タロキック巻いていく、おもしろい、来たー、森重、森重がいい崩しでしたけどね、はい、森重切り返しての右足、組み立て直しになります。間を通しますが、ちょっとパスが乱れたら大丈夫、一番前で右サイドにディエゴ・ルベラになりましたね。はい、足元につないで森重は前に、簡単にさばいてますよ。相当難しいプレーですからね、はい、原田はね、はあはあはあ、どこから来てほとんど、ね、視野がかく三田は中に入る、レアンドロが入れる、ゴール前、詰め込んだ、起きてですよね、これ最後は、あ、触ってますね、まあ、そこにはミスマッチは生まれてきますけどね。小川のキック、ゴール前飛び込んでいく、ポスト当たって入った、1点返した FC 東京。最後は森重、インテンシティを持って守備をしてくるんじゃないだろうかと予想をしてました。一気に長いボールで田川が裏を取りました、決定機、田川がベンチに来ましてビブスを脱ぎました。ゆっくりと準備を進めています。おお、クロスバー、セカンドボール、ゾーンで清水、ヘディングゴー、いったー、決定的な森重、クロスに対してもこう多分ポジショニングの移動も早いですよね。さらして入ってきた、折り返してきた、右が絡んでいきます、ディエゴ・オリベイラ、中に戻してきました、ダイレクトシュート、2番の時の札幌戦の多分ゴール決めた位置結構近かったんで、まあ、同じようなイメージが持った、狙っていた森重を修正するために少しメンバーと配置を変えてきた名古屋です。ここは下を通して、ここも荒いの。ミシン、ミシン、ミシン。入れた。気持ちいいですね今のバッター。森重もここよく読んでいます。東からチャラティップ。粘った森重。落ち着いてますね森重ね。大体は福田さん、あの数字でシステムを語るのは、お、これは裏アダユトン、スピードアップ、森重行きます、チャラティップシュート、入れた、まあ、左利きってこともありますけど非常に持ち方がいいですよね、森重からサイドチェンジ、頭のが取れない、クレベがいた、よくカバーした、よくカバー、森重ですか、森重ですね、森重はすごい、すごい、そしてタイムアップ、FC 東